大阪湾断層帯は、兵庫県神戸市沿岸から大阪湾南部に位置する活断層帯である。神戸市沿岸から大阪湾を縦断して大阪湾南部に至る。この断層帯は北東南西方向に長さ約 39km で伸びており、断層帯の西側が東側に対して相対的に隆起する逆断層型で活動時に津波を伴う危険性があるとされる。 政府の地震調査研究推進本部によると、大阪湾断層帯は、相本市沖から神戸、六甲アイランド付近に伸びる北側で4つの分岐している活断層の総称で、長さ約3 9トル。1990年代に本格調査が始まり、未解明な部分も多いが、兵庫県内では最大震度7の揺れが予測されている。 地震調査研究推進本部の数値をもとに最悪のケースを想定した津波シミュレーションを作成。それによると地震発生の約5分後、神戸市兵庫区から明石市と淡路島東,東部の沿岸部に最大約4.5メートル以上の津波が襲来する。約15分後には断層の東側を進む波が関西国際空港に約30分前後には 大阪府南西部に到達。さらに反射派が神戸市東部、西宮市、甘笠市に押し寄せ、1時間前後には再び神戸市西部に及ぶ。その後、狭い湾内で逃げ場のなくなった波が約1時間間隔で神戸市西部と大阪府南西部の間をしばらくの時間行きつ戻りつするとみられる。 神戸市東名田区から堺市付近までを除いた大阪湾沿岸部で南海地震で想定される津波よりも高くなる。北側で4つの分岐している活断層は西から和田岬断層、大阪湾断層、マヤ断層、六甲アイランド断層である。ここ近年の周辺部では1995年に起きた兵庫南部地震での最大震度7と2011年。 和歌山県北部での最大震度5強であり、それ以外の周辺部では、震度1未満から震度3程度である。ありがとうございます。